んにちは、ケントです。今日も生きててえらいえらい。さて、どっちから説明していきましょうか。よし、新型アクア納車になりました。パチ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 。フルモデルチェンジして、最新のアクアが届きまして、後ろがちょっと広くなって燃費もすごく良くなった、非常にいい車らしいです。となると、その車の性能を確かめてみたいということで青森に来ました。パチ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 。まあやっぱり新しい車を買ったらやることは一つです。青森の最北端東インターから鹿児島インターまで行きます。最高クラスの燃費を誇るこの新型アクアであれば、鹿児島までガソリン何リッターで行けるのかと、本当は大間崎から、鹿児島の佐多岬だっけ、鹿児島最南端のところまで行って何リッター使うかってやりたかったんですが、何せこの台風で、大間に行けませんでした。というわけで、青森東インターから一番近いガソリンスタンドでまずガソリンを入れて、そして、ゴール地点は鹿児島インターを出てすぐの、いつ着くか分かんないから24時間営業のガソリンスタンド、ここをゴールとして、今から進んでいきます。よし、じゃあここからスタートします。よし、では長い長い旅へスタート。よし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 。さて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 、では今回なんですが、コロナの影響がありまして、人と会わないことを前提として、今回旅の方を進めていきます。というのも、まあ、食べ物も飲み物も全て車の中にご用意してあります。そしてトイレは、まあ、無人インターで基本的には済ますことを前提としておりますが、もしあの、まあ、首都圏とかで催してしまった場合に関しては、基本的にあの法定速度をしっかり守って、走っていきたいと思います。安全運転です。から、ガソリン満タンでスタートして新型アクアどこまで走れるか。パチ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 。微妙なテンションでいつまでやんだろうね。さあ青森インターを出発してから、だいたい今の予想だと航続可能距離が791キロ、最初にガソリン入れた時に800ちょい走るっていうことだったので、東北は無給油で全然抜けられそうだと。じゃあなおのこと安全運転、まあのんびり行きましょうよ。さて、80キロ規制が終わりまして、80キロ規制終わるまでの段階でね、燃費計の、表示が 31.5 なんですよ。さあ100キロに速度が上がってどれくらい燃費が落ちるか。新型は比較的モーターの出力が上がって結構高速域でも、EV 走行してたりはするんですが、さてどれだけ高速域の燃費が良くなってるか見ものですね。これいつもここ通ると思うんですよ。北上エズリコでしたっけ、エズリコでしたっけ、いつも思うんだよね。北上悦子、めっちゃ人の名前に見えるんですよね。夜になってしもうた。白石蔵王でしっかり夜を迎えました。そろそろ走り始めてからおよそ5時間弱ほど経過しますが、燃料8メモリ、8段階メモリがありまして、6個残ってます。引き続きこの暗闇の中を駆け抜けていきたいと思います。はい、旅を始めてから524.6キロ、ちなみに燃費計はだいぶ落ちましたね。29.8キロ。
走るということで、であと374キロ、メーター上だと、ね、だから900弱くらい走るんだね。で東北縦断だよ、青森から福島駆け抜けてまだこんな残ってるんですかって感じですね。はい、出発してからちょうど800キロ、あと一応陸上で113キロガス欠まで走り続けて、止まるところまでやるのが一番やっぱり正確なところではあると思うんですが、高速道路でそんなことしたら迷惑かかるわけでして、理論値で出しましょう。この車残り 5.4 リッターになると給油ランプがつきます。だいたい30リッター燃料使うと、給油ランプがつくっていうことなので、給油ランプがついた時点で、走ってた距離割る6、その距離を給油ランプ出たところから走ってカウントするのが一番無難ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。それはそうと、とりあえず寝ます。ちょっと眠、若干眠くなってきた。一回仮眠。さあラストスパートというか、なんだろうね、日本縦断の手始めにささっとまず航続距離の動画でも撮ろうかなって始めたはずなんですけどねこれだけで半分ぐらい来ちゃいましたね。それだけすごい車ですね。給油ランプつくタイミング見失わないようにだけ。お、あれもしかして、あら、120キロ区間で始まりました。一気に燃費悪くなるぞ。お、着いた。残り35キロで着いた。あ、で今が865キロ。じゃあとりあえずまずガソリンを入れよう。で、トリップメーターが980キロになるところは、理論値としてこのアクアの航続距離の限界です。覚えといて、980ね。とりあえずまずガソリンを入れましょう。よし、29リッター。高速のガソリンは高いな。168円。ま、行きましょう。さて運命の時が近づいてまいりました。あとだいたい1キロ2キロといったところで、理論上の、アクアの航続距離限界が到達します。さあ、つまりは、青森インターの直前でガソリンを入れた場合、無給油でだいたいここら辺まで来れるんじゃないかという地点に今、来たわけですが、今これどこなんです。これ、一番近いのが、やっぱり岡崎東、つまりそういうことですね。正確かどうかは分かんないけど、まあひとまず、まあ、僕が出せる答えとしてはこれで良いでしょう。青森から新型アクア、ガソリン満タンの状態で走ると岡崎東のあたりまで行けるでした。